マルハマということで、今回もウェイクラストーリー編やっていきたいと思います。はい、現在はねシーズン93年目、トッププレイヤーディビジョン20ということでね、もう少しで、スーパースターへ昇格できるわけですけど、まあブレイクギャラクシーのね、最終ターゲットは、まあ、スーパースター X、 まあここがね最終目標なんですけど、まあもうすぐここに行けますよといったところですね。はい、まあスーパースター X に行くまでのね、このプロセスをねこの動画ストーリー編に収めていきたいなと思ってますんで、末永くね見守っていただければなというふうに思います。それでは、今回のスケジュール見ていきましょう。8週目のトレーニングキャンプ、そして、9週目の、第10節バルセロナ戦やっていきたいと思います。はい、それではね、トレーニングキャンプからいきましょう。今回はこれどうしようかな。まあバランも入れたことだし、ディフェンス、アタック、チームワークかな。チームワークだね。よし、チームワーク強化。でもチームワーク強化したらさ、何が上がるのかが分かんないよね、アビリティ的に。さあ、電動蹴る。おー、電動蹴るしか上がってねえじゃん。大丈夫か、これ。大丈夫かよ。電動蹴るしか上がんないの？そんなことある？さあ、ね、リーグ戦やっていきましょう。このチームはね、非常に強いチームなんですよね。これはだから、まあ要するにですよ。要するにこういうチーム相手には、この3-2-3-2で行くしかないのかなっていう感じですね。もうこれで勝てないようだったらもう勝てないよ。うん、これで勝てないようだ。まあ最低ってか、まあ最悪引き分けに持っていきたいよねっていう。さあ、こんな感じでね、またやるわけですけども、まあモチベも回復させといていいのかなっていう。まあレマーがね、レマー入れてってもいいんだけど、レマーを左サイド、まあ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 って感じだな。でメッシもらった、いいと思うんだよね、これで。まあロナウド入れてもいいけど、どうしよう。じゃあロナウド・バルデペアでいく。いや、このままでいこう。でジャギエルかミリトン入れていこう。ミリトン真ん中。よし、これでいいんじゃない。レッツゴー、キックオフ。まあクリスティアーノ・ロナウド左サイドハーフとかで使ったらどうなるんだろうね。メッシとかもハーフはさすがに厳しいか。So, perfect blue skies, almost no wind, beautiful sunshine. These are indeed conditions. ジェコがいる、ジェコ。The backdrop here, picturesque, idyllic. No doubt, one of the best days of the football. これは何がいいんだろう。ああ、これ惜しかったやつだよね、結構。Jovial, happy mood in the stands, helping to raise the level of sound by. カウンター狙っていこう。Shirt sleeve order, very much. カウンターパスで。ポゼッションのポゼッションロングでもいいけどな。
よし。OK。ナイス。OK。いいよ。いいよ。いいよ。いいリチッチ。いやー、取られるなよ。OK、いいね。いやー、誰もカバーがいない。いやー、レナト・アグスト。これはちょっと強いな。やばいぞ。ディフェンス、ディフェンス。OK、バラン。バラン、バラン。早いね、バラン。さすがスピード。スピード系センターバックだね。いい感じじゃん。つなげてるよ。おー、フェリックス。おー、強い。さあ、こっから、イリチッチ。OK。いけ。よし。よし。モラタ。はたいて。イリチッチ。イリチッチからケイタ。ケイタから、フェリックス。モラタ。メッシー。惜しい。いやー、惜しかったな、今の。今の攻めは素晴らしかったな。いや、やばい。やばいぞ。やばいぞ。このカウンターがやばい。このカウンターがやばい。やばい。うわー、やばい。やばい。なに？あ、強い。マジか。この少ないチャンスで決めてくるか。なんだよ、山口な。どこのチームだよ、これ。くそー、惜しかったな今のは。まあちょっとミドル、サイドチェンジ入れていこうかな。これでちょっとサイドに振って体力を削るっていうパターンで。よし、いけいけ。フェリックス、いやー、おー、うまい。フェリックスうまい。いやー、それはきついだろう。おー、俊介。あー、きついか。結構惜しいところまで行ってるんだけどね。最後のフィニッシュだよね、フェリックスにしても。フェリックスさ、打っていいでしょ、あれ。うわ、モラタうまい。おー、なんでそっちにパス。なんで後ろにパスするんだよ。前に持ってかないといけないでしょう。そんな後ろにパスしたところで。いやー、なんであんなところにパスするんだ。いやー、惜しいな。スタジアム名がすごい名前だと思う。大道って。どこで大道って。大道？来た。いけ。よっしゃー、フェリックス。うわー、長すぎた。惜しかったな、今の。なんちゃって惜しかったな。長すぎたか。OK、ナイス、俊介。弱いな、パスが。よし、いけ。もらった。よし。イリチッチ。いや、イリチッチダメだな。今回よく取られるわ。イリチッチがよく取られるね。ボールを取られる。取られがちだよ。いや、きついだろ、今のパス。今のパスはきついだろ。ナディ・ケイタさん。今のはちょっとどんだけ速くても、あれがムバッペだろうと多分追いつかないよ。あの、キラーパスは、ちょっと厳しいよ。OK! いけ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 。抜けろ。いやー、もらった。ムバッペぐらいの足の速さだったらいけてたかもな。でも惜しかったな。惜しいところまでは行くんだけどな。惜しいところまでは。ロナウド入れていくしかないな。ロナウドとメッシなのか、ロナウドとモラタなのか。でも体力的にね、メッシなんだよね。まあ、ロナウド入れていこう。で、フェリックスもそうなんだけど、イリチッチね、微妙なんだよね。でも、モラタも体力結構ないな。だから、まあ、ディマリア、
ディマリアもちょっと微妙だな、ここで使うのは。もう、バルデだね。で、ボアテングか、ディマリア、ディマリアでもいいけど、レマーでもいいよね。まあ、レマーでいいか。レマー。よし、こんな感じでいこうかなと。いうところですよ。いやー、それはきつい。やばい。よっしゃー、あぶねー。フリットに渡したら危ないよね、一番。さあ、こっから。いやー、つなげない。つなげない。風見ろ。強いなー。サウール。フリットは危ないよ。うわー、おー、2人で行け。いやー、なんで取れないんだ、2人で行って。いやー、やばい。シュートコースだ、シュートコースだ。あー、ははー。よし、ナイスクルー。いいね。うわ、相手もバランがいるよ。サウル何？サイドバックかなんかしてんの？やばい、サウルが。おー、危ない。いやー。イリチッチ。イリチッチ。うわー、もらった。これ全然交代できないじゃん。もうクリロナ入ってねえぞ。やば、やばい。うわ、何最後の失点。信じらんないな。なんだよ最後の失点、しょうもな。ロナウド出た意味よ。おー、もうこれ終わってるわマジで。なーにこれ、最初から出しておけばよかったな。やっぱスターティングメンバーに選んでいかないとダメだな。かも後半戦、後半入ったらもう速攻変えるみたいな。いやー最悪だ。いやーこれやばいな、やばいでしょう。オーマイガーシ。さあリザルツですね。イリチッチ上がるか。 OK 上がった。よし、ここでね、でも、ここでね、とは言っても、あ、そっか。まだあとも、もう一回ぐらいはできるよね。もう一回ぐらいはできる、まだ。バランはね、フィジカル、スピードでもいいけど、ディフェンシブ。まあフィジカルでもいいけどね。で、イリチッチのところをノイヤーに、ノイヤーにします。ただノイヤーもうハーフボレーとかのスキルも持ってるからね。まあもうスキル習得って言っても何があるんだろう。なんかないかな。スキル、スキル。
いや、もし、なんか、ゴールキーパーの、なんか、スキルがあるんであれば、それでもいいかな、とか思ってて。なんかないんかな。さっきので見ればよかったな。スキル。でもスキルそんな使わないしね。そうなんだよ。結局そうなんだよ。スキルそんな使わないし。ノイアー。ノイアー、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 ノイアー。ただ、使える、他の選手も一緒に使える。やつのがいいんだよね。万世はいないしな、他に。中央の身長が高いのもちょっと使えないだろうし、まあこの辺は使えるかな。23から29のディフェンダー、これ一つ使っていいかもね。まあちょっとバランス的な感じになったけど、スピードあっていいよな。スピード、ゴールキーパーセンス、ゴールキーパー、まあテクニック、ポジショントレーニング、これはいい。フィジカルか。スピード鍛えたいよね。早く戻るようにしたい。スピード鍛えます。ノイアースピードを鍛える。はい、ということでですね、次回は、10週目第11節のね、リーグ戦やっていくんで、1試合ね。次回の動画もお楽しみに。それでは、バイチャラース。